西万塁は、砂田博士作の少年野球をテーマとした児童文学作品。1978年に、ポプラ社より刊行され、同年度の全国読書感想文コンクールの課題図書になった。主人公の小学5年生、佐藤六介は、前年に創設された少年野球チーム、X の遊撃手。あだ名の通り小さな体ながら、はつらつとしたプレーを見せる。 彼は、町の人気者でもあった。前年は6チーム中5位だった X だが、今年は好調で、大会に優勝すれば、北海道への旅行がプレゼントされるとあって、選手一同を張り切りであった。ある日、母から預かった、給食費を落としてしまい、途方に暮れたチビロクは、仕方なく知り合いの不良少年、タワーこと、斎藤勤に借りることにした。だが、借金の条件は、 大会でわざとエラーをして X を負けさせろという八尾町を行うことであった。お金を手に入れるためにやむなく八尾町に手を染めたチビロクだったが八尾町の依頼は一度だけにとどまらずタワーたちのボスであるダンプも絡んできて何度もやらされることになってしまった。八尾町により思い切りプレイできなくなったことやチームのみんなに対する後ろめたさにチビロクは悩む。 ダンプからヤオチョウの指示を受けながら、その不審が原因で先発メンバーから外され、結果的にヤオチョウに手を染めずに済んだこともあったが、罪悪感に耐えられなくなったチビロクは、ヤオチョウを指示された試合で、本能的にファインプレーをしてしまい、結果チームのみんなの信頼は取り戻すが、激怒したダンプ一味に捕まり、そこで初めてヤオチョウの指示が、 少年野球を対象とした掛け事のためであったことを知る。その試合のダンプたちの負け分1万円を1ヶ月以内に弁償する様約束させられて、ようやく解放されるが、払うあてなどないためちびろくは途方にくれる。悩んだ彼が思いついたのは、自分の知っている秘密をダンプに売り渡すことで1万円と、総殺することだった。それはチームメートである、当主、 森田真嗣の母親を、やはりチームメイトである、山川達夫の父が車で跳ねてそのまま、逃亡してしまったのを偶然目撃したものであった。チビ六からそれを聞いたダンプは、それが金になると判断して1万円と総裁することに同意、目の前の問題は解決したが、チビ六の方は再び罪悪感に打ちのめされ涙にくれる。それ以降は、八オチの指示もなくなり、チビ六は、 以前のような発つとしたプレイを取り戻していた。リーグ戦も大詰めを迎え、X は、周位のフラックスに、僅差で優勝争いに踏みとどまっていたが、その頃になって、再びダンプがチビロクに接近してきた。以前の、秘密を金に変えるため、山川家の長女の前で事故の証言をしろというのである。しかしチビロクは証言の場で勇気を出して、自らの発言を否定し、 怒るダンプの手をかいくぐって逃げ出した。山川家に対する恐喝はこれで未遂に終わらせることができたが、ダンプは報復として、チビ6の八尾町を球断する紙を街中に貼り付けた。街の住民にとっては、少年野球の八尾町事件など、大したニュースではなく、そもそも噂を流したのが、札付きの不良であるダンプたちのため、頭から問題にしないものがほとんどであったが、 X のメンバーは、かつてチビクが彼らしからぬプレーをしたことを覚えているため、すでに監督の熊さんの通告で試合に呼ばれなくなっているチビクと、すれ違ったりするたびに露骨に拒絶する態度をとった。一方で、ボスのダンプは決裂したものの、タワー自身は会うたびに以前と変わりない態度で接してくれるのがチビクにとっては救いだった。 チビロクという大きな戦力の抜けた X だが、それでもエース、森田の力投などで、首位フラックスに食い下がり、最後の最後でフラックスが前年優勝のイーグルスに敗れたことで、ついに最終戦で優勝をかけて激突することになった。その試合直前、監督の熊さんは、X9 にチビロクを試合に出すことを打診する。当初は反対した9だったが、熊さんの説得と、 最後の野球は9人でやるものだ。の言葉で森田や達夫が賛成、最終的に全員が賛成する。また、試合直前に達夫の父は、これも勇気を出して森田の母に事故の犯人が自分であることを告げ、一緒に警察へ行っても構わないという。一瞬恨みと警察に突き出そうという感情がよぎった森田の母だが、 お互いの息子が友人同士であることから、これがきっかけで一生憎み合うような結果になってはいけないと思い直し、自分の記憶とは違う、あなたの勘違いでしょう、とぼけてみせた。試合が互角の攻防を続ける中、近所の低学年の子供たちと遊んでいたチビロクの元に参戦家の長女が自転車で駆けつけて、チビロクにことの次第を伝え、 彼は自転車を借りて試合会場に向かう。途中で今度はバイクに乗ったタワーと出会った。顔に傷がついているが、ダンプと喧嘩分かりして殴られたものだという。事情を知っているタワーはチビロクを自分のバイクの後ろに乗せて会場に向かう。会場に着いたチビロクの元にに熊さんがやってきて、いきなり彼の方に平手打ちを食わせ、悪いことをした罰だ。痛かったか この痛さを忘れるなよ。と言って、チビクをベンチに連れて行った。そして審判に、選手交代を告げ、チビクには、ヤジが飛んでも気にするな。もう罰は受けたんだからな。と言い聞かせて送り出す。最後、チビクは、みんなの期待に応え、自らのファインプレーでリードを守りきって、X の優勝を決めるのだった。1982年5月5日に本作をもとに、 した単発テレビアニメがフジテレビ系列日清ファミリースペシャルで放送された。放送時間は水曜16時30分18時。アニメ化にあたって当時野球浪人中の長島修行が本人役で特別出演。長島は冒頭で作品に関するコメントを述べたり劇中に登場したりしていた。2005年4月には CS チャンネルの日本に映画専門チャンネルで行われた企画、長島茂雄映画祭りの一環として放送された。小学六年生1979年4月号から同年11月号に本作を原作とする漫画作品ガッツだ。チビ6が連載されていた。こちらは試合中に負傷したエースに代わってチビ6がピッチャーを務めるなど一部原作にない描写が あるが、原作でもちびろくは、ピッチャーもうまかったと、タワーこと、斎藤つとむとの思い出話で言及されている。ありがとうございます。